はい、どうもあの日の少年です。ってことでね、のびはざ DMC 久しぶりにやっていきたいと思うんですけれど、本編とせわし編と、二大巨頭をクリアしたわけで、もう高をくぐっていたわけなんですけど、どうやらまだ隠し要素があるみたいなので、今回はそちらをプレイしていきたいかなと思います。ってことで、確かね、この箱の2つのこっち側を開けると隠し要素があるみたいですね。せわし編クリアおめでとうございます。ささやかながら報酬を受け取りください。オープニングとエンディングだけでシナリオレスなおまけになりますが、昨夜編を用意してあります。昨夜編を解放しますか、ということでね、今回やっていくのは昨夜編です。でも多分本編とせわし編とそんなに内容変わらないと思うので、特に意味はありませんが、昨夜編をトランクに収納しておきますか。意味ないならやらない、意味ないならやれないの。よし、ってことでやっていきましょうか、昨夜編。はい、昨夜編はどんな物語が展開するっていう内容のほどじゃのことじゃないと思うから、まあなんだろうな、片目だけで見ましょう皆さん。片目だけで見るとちょうどいい内容かもしれんな。のび太のたわいはざとガイデンで魔王の役所をダウンロードしていただきありがとうございます。操作説明は同行の説明書をご覧ください。やってればわかると思っていると相当に苦労することになると思います。まあこのゲームで一番大事なのは斜めだから、いかに斜めをキープするかってことですから。またセーブは1から15までスロットがあります。積み状態や予期せぬバグを回避するため辛いセーブを追加出力します。それでは前置きが長くなりましたが、難易度を選んで本編を楽しみください。ということで、まあね、俺レベルになるとハードやっちゃいます。まあのび太のね、いろいろのびはざプレイしてきました。まあね、さすがにここまでプレイしてきたらもうハードにせざるを得ないという感じでノーマルです。挑戦はしない、それが人間の生き方。オープニングを飛ばしますか。いいえですね。あ、ちょっと待って、始まり方ちょっと違うんじゃね。はぁ、あ、来るな。なんだなんだなんだ、悪魔がなんか怯えてる。魔力切れ、ピーしまった、行き止まり、何かに怯えている。なんだなんだ、やめろ、来るな、死にたくない。なんだな、何が、助けて、誰が、たばいだってもう誰も来ないわ。あ、この声はやっぱりお前か。まったくそこまで情けないと怒る気もなくなったわ。え、本当に許してくれる。ええ、で一体これはどういうわけなの。はい、偉大魔王デマ王様の命令であなたを人質にしろって言われまして、本当すんません。人質にする相手を絶対間違えてるよ、デマ王。そのやつ知らないわ。直接恨まれてるのはあなたのお友達みたいなんです。迷惑な話したわ。お元ですよ。とりあえずこの変な場所から出してもらえない。下っ端なんですよ俺、無理です。じゃあ死ね。しょうがないわね、その復讐計画ごとめちゃくちゃにしてくるわ。え、それはまだやる気。いってらっしゃいませ、お元気で。復讐完了、ありがとう、じゃあね。ってことで、俺たちはとんでもない悪魔に手を出してしまったのかもしれない。まあそうだね、人間ではないからね。昨夜一応飛行機から落ちても死なないっていうね、ビッグ称号を持ってるから。とりあえずこれ普通に本編の進め方でいいのかな。とりあえず久しぶりにやっていこうか、まあ、操作久しぶりなんでね、ちょっと慣れのために。あ、待って、すごいすごい、銃貯めれるんだけど、これいいね。はい、これすごいわ、貯めて撃つことできるんだ。おい、おい、どうした、これ、あ、待って、下がりながら貯めることもできるんだけど、すごいねこれ、一気に仕留めるぜ。あ、2体同時とかは吹っ飛ばせないんだね。あ、でもすごいすごい、炎をあれかな主体にしてんな。ってことはあれじゃね、剣も炎的な属性入ってたりするんじゃねえか。もう来たな、今度は剣でジュシュシュ斜めをね。あ、剣は普通だね。はいはいはい、来い来い来い、全然余裕だな。おいおい、どうした、来い、お前らの全部ぶつけてみろ、俺様に。おい、そうだ、いいぞいいぞ。はい、食べました。見事ね、ね。うん。まあ、昨夜って感じだね。待って、炎出るね、これ。みんな見てて。あれ、なんで？ちょっと待って、さっき炎出たのにな。
なんかたまに剣から炎出てくんだ。なんだろうこれ。何か条件みたいのあったりするのか、炎出る。とりあえずここに出てくるだろう。これで炎出る。真正面からだと炎出るみたいな。これそんなことはないな、普通だな。いや、なんでだ。なんかさっき奇跡の一撃みたいの炎出たな。なんでだろう。まあよくわからないけど行きましょうか。もう一つ攻撃があるんだよね、この引っ掛けみたいな。これなんだろう。そんなに強くなさそうなんだけど。あ、すごい、見て。え、何これ。あ、背負い投げか。見て、背負い投げできるんですけど。背負い投げすごい。これさ、これいけるわ。背負い投げ、背負い投げ、背負い、もう背負い投げに飽きてきたから普通に剣でやれば。すごい、背負い投げできるんですけど。こりゃすげえ女だわ。普通の女じゃ。お、なんか人がいますね。ここ本編とせわし編では変ななんか死体みたいのが置いてあって、そこから武器を拾うんだけど、武器を拾ったりするんだけど、ここは違うね。空気が騒がしいの。ん？おや、どうしたお嬢さん。ここは君のような子が来るところじゃね。お前のようなジジイが来るところでもねえよ。来たくて来たわけじゃないわ。おじさんこそ誰なの？わしは雷だ。あー、はい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 。なんか本編のあれかな、のび太家の隣に住んでる人のだったかな、確か。ふがいかんぼぬがこの地を荒らしに来ておるようでな、様子を見に来たのだ。あら、そうなの？でも私たち閉じ込められてるみたいよ。何、そうなのか。ええ、だから親玉見つけて懲らしめてやろうと思ってるとこ。うん、抑えないながら腕は立つようだな。よろしい、それならわしも手を貸そう。あら、いいの？人外のもの全てが敵とは思わないが、ここに救っているのはろくでもない連中だろう。あなたのような娘さんを閉じ込めるのだからな。何何、ナンパですか、あらたの。ふん、ありがとう。なんてか久しぶりに人間扱いされた気がするわ。まあ人間ではないからな、昨夜。ところでお嬢さん、お名前は？昨夜よ、桜井昨夜。よろしくね、雷さん。うん。ってことで、え、これ雷さんが仲間になったってことか。変えられるか。あ、なるほど、変えられんのか。ちょっと雷さん背負い投げできるのかどうか試してみよう。あー、なるほど、雷さんは打撃だね、これ完全に。ほら、まあでもそんな強くないなって思っちゃうか、普通に。あー、なるほど、雷さんは高速拳って感じだな。ここら辺はせわしと似てるかもしれないな。すごいな、いちいち剣しまってんなこれ、いちいち抜刀してんなこれ。よしよしよし。でもこんな感じか。はいはいはい。なんか初めの時にオープニングとエンディングだけ一緒って書いてあったから、あと全部一緒かもしれないね。一緒だったら飛ばすし。おいおい、およいしょ。いや、アドマーゼルなのにもう。よし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 、モブの。よしよし、あー疲れ。よしよし、はい、ということでね、一旦昨夜で、まあ中盤戦まで来てるんですけど、ここでね、一応月影を倒して魔剣スパーダを手に入れたんですよ。で、ちょっとね、のび太の時と伝説の魔剣スパーダのなんかさ、モーションが違ってさ、これ触れるんだけど、伸ばして突きするみたいなのあるんだけど、このモーションがね、まあ使いづれんだ。あー、倒した。亀谷さん、はい、痛い。はい、てなわけで脱出ですよ皆さん。念願のね、ほとんど敵を無視してクリアまで突っ走ってたので、いや、それでもレベルは淡々と上がっていくんだよね、やっぱりボス戦とか戦ってるから。昨夜がね、スパーダを手に入れてめちゃくちゃ無双できるかなと思ったら、実はそうでもなくて、のび太とちょっと違った、まあオリジナリティある モーションとかはすげえいいと思うんだけど、まあそのせいでちょっとうまく多分操作できなかったので、ちょっとね、雷さんを使ってみた。雷さんはね、なんかせわしとほぼ同じ
世話しの拘束権でさらに無双できるようになった感じだから、個人的にはめちゃくちゃ使いやすかったね。はい、ってことで脱出しましょう。もうこんなクソ学校おさらばだ俺は。こんなゴミ学校にな、ずっと居続けたら頭おかしくなっちまう。なんで学校に、学校が魔空間みたいになってんだっちゅうの。なんでだっちゅうの。はい、でほらいちいちな、おいしょいしょ、こいつもな、のこいつも裏切り者だったからな、ボッコボコにしないと。番外編でもさ、すげえ弱えんだよな。はいはい、余裕っちゃ余裕っちゃ。最後ので出魔王戦があるから、最後の出魔王戦もでも大したあれじゃないからな、難しくないからな、多分連打ゲでなんとかなるでしょうと。そしたら絶対倒さないとダメか。あ、痛い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 、そうだ、こいつ捕まえてくるんだった。痛い、痛い、痛い。はい、痛い、痛い、痛い。ほら、ほら、いけ、いけ。あ、ちょっと待って、そこ、そこ死んじゃうね。あんまりやりすぎると死んじゃうね。あ、いい、あ、ダメだね。はい、いいよ。はい、落ち着いて、落ち着いて。あと青だけね。青は余裕で倒すと。はい、素晴らしい。よし、セーブしよう、もう。はい、最後のレベルアップしちゃおうかな。よし、上がるね。43まで上がったらもう無双できます。だいたい40超えたら無双できるから、このゲーム。はい、こいつらも全無視、フル無視でいく。よし、いけ。よしよしよし。ああ、そこ走っちゃうとね、そうなんだよ、落ちちゃうんだよ。教えてあげようと思ったのに、かわいそうに。よしよしよし、最終デマ温泉ですね。これもセーブしちゃおうか。ここは、あ、ちょっと待って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 、痛い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 。はいはい、落ち着いて。雷さんで無双できるはずだから。痛いな、なんだなんだなんだ。デマを、最後の最後にちょっと強くなんのやめろ。最後まで無双させて終わらせるんだよ。よし、いいぞいいぞ。来ました。よしよしよし。あとはもうひたすらに切り続ける。これしかない。俺に残された道はただこれだけ。TP を使って切りすぎる。めちゃくちゃ切る。もうこれしかない。俺に残された道はこれしかない。もうここで、ここで無双しろ。よし、ガイル削り切った。TP2 で削り切った。なんなんだ一体。なんなんだお前は。こっちのセリフよ。戦いなんて忘れて過ごしてたのに、おかげさまですっかり化け物だ。そうだね。まあ、昨夜使ってないんだけどね、後半一切。やはり違う。わしの宇宙でも、のびのび太の宇宙にもない力の行動。オリジナルキャラクターだからね。そりゃそうだ。えい、バジリスクめ。あの大田脇が相手を間違えた。またバジリスクのせいにしてる。なんかあったら基本バジリスクのせいにするのやめろ。かわいそうだろ。お取り込み中のところ悪いけど、この落とし前はどうつけてくれるのかしら。答えによっては、うっぷんばらしをさせてもらうよ。もちろんあなたで。どういう答えが返ってもあれだろう。うっぷんばらしするつもりだろ、そのセリフを言うってことは。ねねね、わかった。元の世界に返してやる。それだけ？すまなかった。これでいいか。私も大暴れしちゃったし、チャラにしてくれるならそれでいいわ。散々もう、魔界を荒らした挙句に、謝らせて帰る。さすが女だぜ。よし、では送るぞ。このゲーム、最後にはデマオが本当に小さく見えるんだよな。帰ってきたみたいね。あ、終わりました。では、わしはこれで。雷さん、本当にありがとう。君がいなかったら、おそらく俺、これクリアできなかったと思う。昨夜が意外と無能だった。俺の使い勝手が悪かったからかもしれないけど。雷さん、あなたがいなければ、僕はこのゲームをクリアすることができなかった。感謝している。ありがとう、助かったわ。気をつけて帰るのだぞ。雷さんもね。うん。あー、いい話。ちょっと1時間ちょっとだったけどね、やっぱり雷さんとの絆は深く芽生えたと思っています。まったく、何だったのかしら。まあいいわ、済んだことだし、寝て忘れるのが一番。子供か、お前。お前、子供か。子供だな、これ。昨夜は子供だわ。はい、ということで、平和に学校に出ることができました。おセワシじゃん。来る必要はなかったみたいだな。そうだね。セアシいたらもっと無双できたけど、まあ十分です。全く他に敵役がいただろうに。あいつを人質に選ぶとは間抜けな連中だ。そうだな、選んだ人質が悪かったな、お前ら。まあたまには様子を見に来てやってもいいか。へえ、昨夜の様子を見に来て。お前もしかして昨夜のこと
じゃあな。え？誰かいた気がしたけど。いやー、いいね、この淡い、なんだろう、恋愛模様。好き。気のせいだったみたい。多分そういう意図があって描いたわけじゃないんだろうけど、いいね、こういう、なんだろう、本人は気づいてないけど。はい、ということで、のびはざ DMC 番外編も無事クリアすることができました。まあそうだね、本編よりもセリフとかも一切なく、本編をなぞった形で、まあ本当におまけのおまけのおまけのおまけみたいな感じの内容だったけど、やっぱセワシとサクヤの、なんだろうな、なんか一緒に行動してなくてもなんか地下深いところでつながってるみたいのが最後に見れてよかったなと思います。あとね、雷さんがね、思った7億倍使いやすいので、もし番外編をプレイする方がいたら、サクヤよりもなんか雷さんで戦った方が楽だよということは伝えとこうかな。いやー、でもこのゲームね、無双できるって点ではなんか他の伸びはざよりもすごい爽快感があって楽しいですね。はい、いい作品ですね。やっぱり特別出演のダンテ使いたいのにな。まあなんか使えるあれはなさそうなのでね、まあこれにてのびはざ DMC 完全完結とさせていただきたいと思います。ってことで、見てくださった方々ありがとうございました。ってことで、またのびはざやる機会あったらやりたいと思いますので、よろしくお願いします。